皆さんこんにちは、私大福と申します。よろしくお願い申し上げます。ということで、ポケモンスリープリリース1年の環境をまとめたキャラランク作ってみた。どんどんパウ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 。はい、ということで、この動画を撮影しているのが2024年の6月29日というところなんですけども、ポケスリーリリースされてからもうすぐ1年なんですよね。まあおそらく、まあその1年ぐらいで新ポケモンが出ると予想されるんですけども、そのポケモンの評価の安定をまあ考えると、おそらく今のタイミングがね、1年をまとめたキャラランクを作るのに一番良さそうかなって思うので、今回キャラランク作りましたと。今回のキャラランク2種類ございます。もったいぶってもあれなんで、もう早速キャラランクの方お見せしちゃいます。こちらです、ドドン。こちら左が適正フィールドとか厳選とか育成難易度も考慮したバージョンで、で右側が私の主観全開のバージョンになっております。なんと右側のね、まあ、一番上のランクマスダっていうところには、あの爆風とかの木の実タイプ置いておりません。これえっていう風に思ったかなっていう風に思うんですけども、まあぜひこの動画最後までご覧ください。特に2枚目の方ではマスター20を目指すためのパーティーの組み方みたいなところにも触れてるんで、ぜひぜひポケモンスリープのプレイの参考になると思うんで、お話も聞いてもらえると幸いです。まあ、とは言いつつ、いくらなんでも、まあ、その前提の説明をもう少ししないといけないかなというふうに思うので言っとくと、まず左のランクの方、こちらがまあ無難かなっていうような方ですね。はい、厳選とか育成の難易度とか、あと適正のフィールドの有無とかを考慮した、まあ一般向けって言い方あるかもしれないんですけども、まああの今の環境をより考慮したキャラランクかなというふうになっております。納得感はおそらく皆さんこっちの方が高いかなというふうに思ってますね。基本はこちらを参考にプレイしてもらうのがいいのかなというふうに思います。まあおそらく無課金税の人からかなり課金している人までかなり幅広く対応しているキャラランクはこれかなというふうに思うので、まあ結構無難な感じでできているのかなというふうに思いますね。まあ下に小さく注釈書いてるんですけども、能力のみなく厳選とか育成の難易度とか適正フィールドの有無とか、あと唯一性みたいなところも考慮しているっていうような感じですね。でスキルレベルは基本的にはメインスキルの種不使用の状態を想定しているっていうような感じになります。だから進化の回数順当という感じですね。でまあ2024年6月29日現在、まあウッの実装がちょっと前にあったんですけども、そのまあ直後のキャラランクっていうような感じで、左右上下差などはないキャラランクになっております。これがまあキャラランクの1っていうような感じですね。でもう一つの方が、まあ廃課金税、私まあこの1年を待たずして課金100万超えたんですけども、まあ私の主観を全開したキャラランクですね。はい、でまあ別にこれ廃課金税代表ってわけでもないので、廃課金税のキャラランクってわけでもなく、僕がまあ本当にまあこの主観でつけたみたいな感じになってますね。だからもうなんだろうな、無難さとか一切考えてないです。まあ将来全ての木の実がどうかしらの好みの木になる想定で僕も今厳選とか進めてるんで、だから好みの木の実一致有無とかはそこまで気にしてません。だから鋼フィールドも将来出るっていうような感じですね。であとはまあ金タレなんですけども、これ全部のスキルレベルを6にしたっていうようなわけじゃなくて、なぜかというと全員のスキルレベル6とか7にするとそれ現実的じゃないんですよね。なのでまあどういう風に考えたかというと、金タレのポテンシャルも考慮にしたみたいな感じですかね。だからまあ使いがちな子とかは、まあポテンシャル使ったら強いポテンシャルみたいな子とかはおそらく少し高めの評価になってるかなっていう風な感じですね。で厳選の難易度とかは考慮しません。無限サブレ編っていう風な感じですね。はい、なのでサブレは無限っていう風な感じ。ただしまあ伝説ポケモンとかに関してはちょっと取りにくいんですけども、ただまあサブレ無限で取れるっていう風な前提になっております。でまあ少し尖ってるんですけども、現状のリソース、今のいるポケモンでレベル55っていう風な中で全フィールドでマスター20をまあ取れるような想定で考えるとこうなるかなという風な形で考えております。まあもう少し詳しく言うと、もうかなり廃課金税、笛とかも使える人っていうような形になると思うんですけども、まあ料理側の評価がかなり上がってるんですよね。というのは、まあゲームチェンジャーであるデデンネ、料理チャンス S の登場っていうようなところがあるんですけども、ここの関係でやっぱり料理側の評価が上がってるかなって、まあ個人的には思ってるっていうようなところなんですよね。この子を使い始めて、僕もフィールドボーナス 40% とかのトープとかウノハナでマスターの20に急にいけるようになったんですよね。だからエナジーベースで100万ぐらいこの子のおかげで上がったんですよね、エナジーが。なのでそういったところを中心に考えたキャラランクの方になってますね。だから今ね、もう廃課金税、メンバーさんとかにも車買えるぐらいの廃課金税かなりいるんですけども、まあ率直にメンバー限定配信で6時間ぐらい配信しながら、まあみんなでいろいろやや言いながら考えてキャラランクっていうような感じになってるんですけども、まあやっぱり結構その料理で絶対に売りバターカレーですらちょっと物足りないっていう人もかなり多くなってきてるんですよね、廃課金税の中では。というようなところで、まあそういった環境を考慮して作ったキャラランクなので、おそらく動画を見てる人の中のほとんどの方にとって納得感はないのかなっていうふうに思ってます。だからまあ正直私が挙げると荒れる可能性もあったりするんですけども、そういった忖度とかを抜きにして僕の主観全開にしたものになります。あくまでね、もう本当一個人の感想だと思ってもらえ
れば嬉しいので、もう全然このランク全然ダメだっていう風に思っても、もう気にせずにもう本当スルーしてくださいっていう風に、まあそういった対応してもらえることを願っているっていうような感じになっております。はっきり言って、まああまり参考にしないでください、よろしくお願いします。でちなみにこれ両方のキャラランクでなんですけども、期待値チェッカー、ポケモンが持ってくる木の実のエナジーとか食材の数がもうサブスキルごろとかで分かるサイトがあるんですけども、それを元に、まあそれで一応もう全ポケモンの期待チェックをしまして、でまあ1枚目の表の方は進化回数順当の期待チェッカーの結果で、2枚目の方はまあスキルレベル一応マックスにした期待チェッカーの結果なんですけども、そこにまあそう本当に金太で使うのとかいう現実性であるとか、まあ将来この子は将来の環境でも活躍できるっていう風な将来性みたいなところも含めた主観にしたのが2枚目っていう風なイメージですね。はい、だからまあめちゃくちゃ平たく言うと1枚目はすごくまあ最もそれらしいキャラランクが1枚目かなって感じなんですけども、2枚目はもうすごく尖ったキャラランクになっているっていうような感じですね。まあお手柔らかに聞いてもらえればっていう風に思います、よろしくお願いします。まあ2枚目の方特に尖ってるんですけども、なんか自分に負けたと言いますか、まあ、自分の本音に逆らえなかった、まあ、自分的に、まあ、無難なもの作ることはできるけども、本音でいくと正直こんな感じかなっていうのがこの2枚目の方になっているので、まあ、応援の高評価とかチャンネル登録してもらえるとめちゃくちゃ勇気が出るんで、よろしくお願いします。ここからそれぞれの表について説明していきたいと思います。ではまず1枚目の表になります。まあ、下のランクの方から順に説明させてもらえればっていうふうに思います。まずは E ランクですね。 E ランクなんですけども、まあ、まとめてなんですけども、夢のかけら舞台は強化が入った子もいるし、この中でもなんか左右差とか本当はつくんですけども、正直まあランク内の誤差で吸収という形で大丈夫かなと思うので、今回は一律で E ランクにしました。基本は夢のかけらってのはまあ無制限の雨ブーストが来るなら別なんですけども、やっぱ1年に1回とかしか来ないっていうようなところを考えると、そこのために貯め続けてもちょっとあれだなって感じで、基本はやっぱエナジーを盛る形、エナジーを持って寝顔とかも進めつつ厳選も進めつつっていうような形がやっぱいいかなっていうふうに思うので、あまりにもエナジー盛りたくない、その本当に種ポケ厳選進めたいっていう手はいいんですけども、まあやっぱエナジーを盛る形の方が夢のかけら安定して手に入るかなって思うので、一応ちょっと E ランクにしています。もちろん宗派の違いとかでね、この点で E ランクじゃないみたいな SS だみたいな人がいるのも分かるので、全然その否定してるわけじゃないっていうようなことは補足させてください。まあルカリオ、ホリピカ、ペルシアン、ヤミラミ、マルノームっていうようなところですかね。まあ能力で言うとペルシアンとかルカリオとかはまあちょっと強化されたりしたんで、エナジー的な能力でいくと少し上がる可能性はあるんですけども、まあちょっとランク内の吸収という風にさせてください。一応こんな感じになっております。さあ続きまして D ランクですね。 D ランクはまずメタモンから解説すると、メタモンなんですけども、こっちの表は厳選の難易度も考慮してるんで16ゲージの無進化というところなので、まあ D ランクかなと。お手スピがやっぱ遅いんですよね。食材は偉いんですけどもね、オイルとか偉いんですけども、まあただネギとかは正直環境的にあれですし、ディグダの方がダグトリオの方がいいかなっていうようなところがあるので、厳選のしやすい的にもね、なのでまあ D ランクに置きましたメタモンです。そして次がガルーラですね。この子もやっぱ AA 生姜生姜って偉いんですけども、それでもね、まあポテトのことも考えた上でバンギラスとかリザードンとかウツボとかゴローニャがいてしまうので、その子たちってまあ16ゲージ無進化とかではないので、やっぱりその辺を考えると D ランクになってくるかなって感じですね。 AP の生姜ポテトが今やっぱ難しい、強い料理でめっちゃ強い料理ではないっていうようなところなので、一応ちょっとこんな感じにしております。で続きましてヘラクロスですね。この子もね無進化16ゲージで、まあスキル得意で食材決定数っていうようなところかな。食材決定数についてはまだ後ほど触れるんですけども、ランダム性がねあるので別に弱いスキルじゃないんですけども、だったら当然ルガダについての方が嬉しいというところなので、まあスキル得意である必要はないかなってところでここになっております。やっぱ進化回数も少ないとねスキルレベルも上がりにくいんで、一応ヘラクロス D ランクにしました。で続きましてブラッキーですね。ブラッキーもね元気チャージ、やっぱりスキル得意である必要がないんですよね。過剰ヒールになる、寝る必要がないとか、そういったメリットはあるんですけども、他のブイズの有用さを考えるとやっぱこの子は D ランクかなというところですね。ウノハの枠はやっぱちょっとあるっていうようなところもこれに含んでます。でウソッキーからヤドラン、ちょっとまとめてなんですけども、育成とか厳選はしやすいんですけども、まあやっぱエナチャ M とか元気エールについてはこの子たちと比較すると上位互換がいるというところですね。この子たちのメリットはね、育成のしやすさみたいな、そのヤドランにしてもヤドキングよりは進化しやすいとか、そういったところがあるんですけども、やっぱり上の子がいるんでその子たちと比べるとってところで D ランクに置いています。この3匹 D ランクです。まあ一応 D ランクこんな感じだったかなって感じで C ランクに移ります。でバタフリーから、まあ、バタフリー、ホリピカ、アーボック、チルタリス、ジュペッタ、やる気者っていうところも、この子たちはまあ適正フィールドの有無と期待チェックの結果から、まあ気の見得意なんですよねこの子たち。なのでまあこの辺の期待チェックの結果とかをシンプルに見てここになります。でやる気者は適正フィールドあるんですけども、ただこの子たちよりもね1段階実は能力が低いんですよね。やっぱり最終進化じゃないっていうようなところ、まあただ気の見得意の最終進化ではちょっとケッキングはねほぼスキル得意、食材得意みたいな、ちょっと変な感じになるんで、ちょっとやる気者分けて入れてるんですけども、あとその枠でいくとイワークとか入れてますね。まあちょっと1段階低いんで適正フィールドはあるけども C ランクかなというところ
ところでここに置いています。で次がダグトリオですね。まあネギを持ってこれるのは偉いんですけども、量が少ない上に現状ネギレシピって不遇かなっていう風に言ってもまあ差し支えないかなっていう風に思うのでここに置いてます。将来ネギレシピがいいのが来たらちょっとまだ分かんないかなって感じなんですけど、今のところここですね。で次がバリアーズですね。この子もねやっぱ唯一性の面かな、ウツボットが強すぎる、かつ厳選フィールドも限られてるんでやっぱりちょっと C ランクにならざるを得ないかなと。ただし使い方次第では全然強いので、この C ランクはまあちょっと唯一性の面をかなり重めに見たっていうような感じですかね。やっぱり使ってる人が多くはないかなっていうところは難しいところですよね。一応バリアード C ランクです。そしてキュアはですね、ポテンシャルとしてはねめっちゃある、まあある程度あるんですよね。ただ食材入手量とかスキル回数に対しての16ゲージの無進化っていう風なところがあまりにも重いですね。やっぱりちょっとしんどさがあるのでちょっと C ランクになるかなっていうような感じですね。もうちょっとスキル発生回数と食材入手量高かったらめちゃくちゃ強いポケモンだったんですけどね。食材種類は偉いと思います。さあそしてゴルナックからトゲキッスまでなんですけども、ちょっとここまとめてになりますが、まあもう一つランクなのでこの子たちはもう少し詳しく語ろうかなっていうふうに思うので、ちょっとここではまとめるんですけども、まあメインスキルの種さえ使えれば全然活躍可能なんですけども、その壁が高い子たちがここになるかなって感じですね。ただしまあもちろんそれぞれに特徴はあったりしてて、なのでまあ適正フィールドの有無とかも含めて、まあウィンディサンダース分けたりもしてるんですけども、一応ちょっとまとめて C ランクという形になります。もう一個の表の方でもう少し具体的に喋りますね。一応こんな感じになります。ではどんどんといきます。続きまして B ランクですね。この辺からはねもう十二分に使えるかなっていう風な子になってくるので、やっぱバランスの取れたゲームですよね。 B ランク以上はもう全然強いかなっていう風な所感の上で話してください。まずハガネールですね。木の実得意の中では最も木の実エナジー高いです。ただこの表はまあそのなんだ、適正フィールドを考慮しちゃってるんで、なので B ランクになるって感じですかね。16ゲージかつ進化にメタルコードが必要っていうようなところもちょっとマイナスポイントになるんで、一旦ちょっと B ランクに置いております。で続きましてイワークからヘルガーまで、ここはまあシンプル木の実得意っていうような感じなんですけども、ここの木の実得意は獲得エナジーが近いため横並びにしました。で適正フィールドも全員あるっていうような感じですかね。で実はちょっとこれ意外だと思うんですけども、イワークこの中で頭一つ抜けてたりしますね。この中でイワークって A ランクぐらいのポテンシャルがあるかもしれないんですけども、16ゲージ無進化っていうようなところも考えてまあ B ランクに置いてるって感じですね。イワークやばいですね、端的に言って。で次がケッキングですね。金谷を使えば強くなるポテンシャルは十分にありますね。全然その A ランクの子とかって A スランクの子と戦えるぐらい金谷さえ使えばポテンシャルあるんですけども、ただし怠け者の源泉って宇野花とか若草意外と出なくて難しいんですよね。ツヤツヤですし、でさらに金谷のハードはやっぱ高くないですね。木の実得意っていうようなことを考えるとやっぱり相当いい子が来た時しか金体使わないかなってことを考えると、やっぱり欠勤は B ランクに置くかなっていうような感じですね。ちょっとやっぱお手スピがね遅くなるのがねちょっと悲しいところですよね。はい、この子はなんだろうな、イメージでいくとスキル食材得意で、まあ食材量少なめだけど、木の実2個拾ってくるみたいな、そんな感じのイメージの子がケッキングですかね。一応弱いわけじゃないってことは補足しておきたいです。で次はゴローニャですね。ゴローニャってちょっと前のキャラランクでは僕もうちょっと高めに評価してた気もするんですけども、まあ食材量という面で間違いなく強いんですよね。厳選もしやすいんですよ。ただしちょっと環境がもう進んできて、現環境では大豆とかねポテトを生かすのは難しいんですよね。ポテト自体は全然若草サラダであるとか、あと、絶対眠りバターカレーで全然現役でいけるんですけども、それだったらウツボット優先になってしまうんですよね。 A のねトマトがねウツボットがちょっと偉すぎるので、大豆っていうようなところを考えるとゴローニャ現状では B ランクかなというところです。ただ大豆レシピの復権はおそらく来ると僕は予想してるんで、なのでまあ上がる可能性は十分にあるかなっていうようなところなので、評価してないとは言いたくないですね。全然評価してないわけではないですね。で続きましてカイロスで、カイロスねもっと強いだろうっていうような人は結構多いポケモンかもしれないんですけども、もちろん評価してますね。瞑想スイートサラダって間違いなく強いです僕の中では。ただしやっぱ16ゲージ無進化の大見ってえげつないんですよね。なんかちょっとどっちつかずになってて、無課金だと取らないし、廃課金だったら廃課金で、むずくて、瞑想スイッチさ、実は今、廃課金作るには作るんですけども、もう一個上のやつを狙える状況になって、できているんですよね。それを考えるとちょっとどっちつかずなのが難しい。その間だとめちゃくちゃ偉いんですけども、このキャラランクではやっぱまずは B ランクになるかなっていうような感じですね。マカロ要員としても正直不思議花がいるっていうところは難しいし、まあデリバードと比べてもね AA のその唯一性みたいなのが不思議花の関係でちょっと削られちゃうんで、なのでちょっと B ランクに泣く泣く入れたっていうような感じですかね。これ評価してないわけじゃないので、ちょっとすいませんが B ランクかなっていうふうに思ってるって感じです。で続きましてアブソルですね。アブソル
ルが B か、まあ僕多分バイナランクだともうちょい高めに評価してたかもしれないですけど、よく考えるとね、カカオの量が最も多いのはとてもないんですけども、ただカカオミックスは結局いるし、やっぱミルクとカカオ同時に集められるのがカカオミックスの偉さなんですよね。それを考えると16ゲージ無進化のハンデを含めると、カイロスと並んでの B っていうようなところが妥当なのかなって思ってます。もちろんリンゴを集めてこれるみたいな偉さみたいなところは分かっているので、ちょっとその辺も飲み込んだ上でここかなという感じですね。リンゴって今最強のレシピとかではあんまりないですからね。で、悪魔のキスフルーツのレベルとかだとライチューとかでも集めてこれるっていうようなところが結構難しいところなんですけど、偉くないわけではない。ただちょっと扱いが難しいし、16ゲージ無進化っていうのは枷があるという感じですかね。 B ランクです。で、続きましてウーですね。ウーも評価してないわけじゃなくて、もちろん強いんですけども、若草サラダかける料理チャンスエースはもちろん強いんですけども、16ゲージ無進化の重みっていうような感じですかね。まあこの子は僕は強いと思ってます。ただやっぱ厳選ってなると難しいので B ランクに置きました。で、続きましてウィンディーからデデンネですね。キンタレさえ使えれば間違いなく強いですね。ただし、まあここのポケモンはね、適正フィールドがなかったり16ゲージ無進化だったりっていうの子が多いので、まあそういう風なところの兼ね合いで基本的に B ランクになってる子が多いかなと。まずウィンディーとかに関しては、まあウィンディー適正フィールドがあるんでサンダースよりは上にしたんですけども、お手サポっていうようなところが結構難しいスキルなので、なんだかんだ使われなくなりがちというところで B ランクで、電流に関してはこの子ね、偉いんですけども、厳選実はちょっとしづらいんですよね。あんまり若草と宇野花なんですけど、適正フィールドがない関係なんで厳選もちょっとしづらい上に育成もしにくいっていう風なところが二重ネックになる。もちろん強いのは強いので、おすすめ的には B ランクっていうようなところには置いてるんですけども、まあちょっと難しい項ですかね。エルレイドはちょっとやっぱ厳選のしにくさ入ってきますね。サーナイトが優勢になるんで、で性別とか目覚めしとかも考えるとここかなというところです。で、デデンネについてはちょっと次のキャラランクの方で詳しく解説させてください。評価してないわけではないんですけども、16ゲージ無進化で料理を、まあ正直最強料理を作ることをそこまで想定に置かないのであれば、まあここかなというところですかね。まあその過程、最強料理作らない金であればカイロスとかもっと上だろ、瞑想ついてたら強いぞみたいな意見はめっちゃわかるんですけども、まあカイロス16ゲージ無進化は相当重めに見てますね。だからこそ16ゲージ無進化を重めに見てるっていうので、一応ちょっとまあそんな感じで B ランクつけております。よろしくお願いします。さあ、そしてさらに強くなる A ランクですね。まずはドードリオです。ドードリオ実はまあ期待値チェックのみで見るともう一個上のメンツに並ぶんですけども、ただヒーラー入れるとね、今の期待チェッカーってそのヒーラーコールしてないんで元気チャージちょっと高めに出ちゃうみたいな、もちろんそのパーティー用のやつとか今ちょっと作ってるんですけども、少々それはお待ちください。ヒーラー入れるとね、相対的に評価下がっちゃうんで A ランクの顔ぶれに置いたって感じですね。あと厳選実はしづらいからね、結局オーダイルでいいやってなってね、使ってない人多いんですよね。一応だからドード力ここかなというところです。もちろん使うと強いです。で、次はゲンガーですね。もともとめっちゃ強かったんですけども、カイリュウの登場で唯一性が下がって A ランクに置くかなっていうような感じですね。キノコ料理がね、上級料理にないのももったいないっていうようなところですかね。中盤のサラダが偉いっていうようなところがあるので、まあ A ランクには並ぶんですけども、S の顔ぶれほどではないかなっていうようなところですかね。新料理での復権を期待したいですね。キノコ料理がめちゃくちゃ強いのが来まくったらちょっと話は変わってくるかなと思うので、新料理での復権を期待したい。あとすみません、適正フィールドがないのもマイナス評価の一つになってくるかな。適正フィールドがあるともう少し変わるかなっていうふうなところはあります。で、次はドクロックですね。若草サラダの登場で評価が大幅に上がっております。ただし若草サラダ自体は最強料理から一歩下がるため、その若草サラダを作れるレベルの人って考えると、費用対効果を考えるとここになるかなと。それ以外の料理のオイルについては届ける方のやつでね、十分間に合っちゃうんですよね。難しい話なんですけども、なのでここかなというところですね。もちろん強いんですけども難しいって感じですね。はい、料理って本当に環境に左右されるんで難しいです。で、次が雪のですね。厳選がしやすい卵要因として A ランクに置きました。ただし唯一性の面でデリバードがいるため、もう一個上に行くにはちょっと苦しいかなというところでここに置いています。そしてプクリンニンフィアですね。ヒーラーとして、まあヒーラー自体がそもそも強いんで、元気オールが強いんで A ランクに置いている。ただし上にはサナがいるんで、やっぱりどうしても下がってくるかなと。ポテンシャル的にはニンフィアなんですけども、プクリンの方が進化回数が多くて金太郎を使わなくて偉いというところで相殺して同じランクに置いております。で、次がエイフィーですね。ブイズの中では強くてラピスで活躍できるってところがあるんですけども、だいぶね、まああの金タネをね、エナチに使うのはね、勇気がいるんですよね。エナジーチャージをなぜそうなのかっていうと、エナジーチャージってもうレベル7が解放されてるんですけども、他のスキルでもレベル7って解放されるんですよね。それを考えるとね、結構勇気がいるかなというところですね。基本金タネ不使用であのこのランクつけてるんですけども、ただちょっとやっぱそういう主観は省ききれないので、一旦そんな感じで A ランクというところですね。あとメガニウム厳選が進んでね、ある
程度の人でもね、ラピスの枠埋まってきてるんですよね。無課金で初期からやってる人もラピスの枠埋まり始めたなって感じる人いるかもしれないんですけども、まあそういったところも考えてちょっと A ランクに置いているっていうような感じですかね。環境が本当に進んできたなって僕的には思ってます。さあ続きまして磁場コイルですね。僕鍋拡張の評価をちょっと前よりも上げてて、まあ強い料理が増えてプレイヤーの食材得意の育成も進んできたんですよね。あと木の実得意の厳選も進んだんで食材得意の方にだいぶ移ってきた人が増えていて、なのでまあ食材の量とかの調整も含めてやっぱり鍋拡張っていうのは大事だよねっていう風なのがおそらく最近なのかなっていう風に思ってます。ガチ勢はガチ勢でデデンデとの組み合わせっていうようなところでやっぱ鍋拡張あるとより相乗効果を生みますし、まあインキャンプチケット使えないっていう人の方が多いと思うんですけども、そういった人も強料理を作るために一旦鍋拡張入れますっていう風な人は増えてきてるのかなっていう風な印象ですね。で磁場コイルをブイズの他のグレイシアブースターよりも下げてるんですけども、もちろん2回進化できるんでブイズよりも金タレの面で絶対にいいんですよ。ただ厳選が若草でしかできないし雨も集まりにくいんで、おそらくちゃんとコイル系統を使えてる人ってなかなかいないんじゃないかなっていう風に思いますね。さらに適正フィールドもないんでブイズより1つ下げたっていう風なところになりますね。正直厳選できるんだったら厳選しておきたい、結構その苦渋の決断で1つ下げたっていう風なところが本音になります。で次がライコーですね。ポテンシャルは最強なんですけども、金タレを使うほどのこう厳選しきるのがマジで無理で、あともう適正フィールドが存在しないで A ランクに置いています。普通の人はやっぱライコーは不要になってくるというか、まあただ電気フィールドが出るとまあエンテイと並んでくるかなっていう風な感じなのがライコーですね。さあさあそして S ランクの方まで来ました。ここら辺マジで強いですね。まずはライチュー、適正フィールドさえあれば SS のこうレベルでエナジーを稼いでくれるんですけども、まあただリセマラで厳選がしやすいっていうようなところとリンゴが偉いっていうところを考えて適正フィールドはないんですけども特別に S ランクの方に置いております。もちろん適正フィールドから他のポケモンの方がエナジーは高いのであれなんですけども、厳選がマジでそのリセマラの関係でしやすいのでここになっております。そして次はキューコンですね。爆風には木の実エナジー劣るんですけども、厳選がしやすく S ランクの強さだと判断しました。僕無課金の方で使ってるんですけど、やっぱりヒールもありがたいですね。スキル回数は心もとないんですけども、やっぱそれを含めて間違いなく偉いというところで S ランクに置いています。そして次がピクシーですね。シアンではやっぱオーダイルがいるんでその一つ下になるんですけども、スキルがめっちゃ強いんで僕が使ってみた体感でうわ強って思ったポケモンのうちの一匹っていう風な感じですかね。それがピクシーで、まあまあまあぜひ気の実的にはオーダイルに劣るんですけども、マジで強いんで、まあうまくねスキレベ M とか持ってる工程に入ると本当に世界が変わるんで S ランクには置いております。本当はねもっと強く置きたいんですけど、さすがに SS の感じではないかなという風な感じですね。金種はさすがに投与できませんからね。一応そんな感じになります。まあもちろん金種投与はいいんですけどね、まあ人によるっていうようなところです。さあそしてリザードンですね。最強のレンコンカレー要因というところになっております。まあこっちのキャラなんかそこまでレンコンカレーとか重きを置くべきではないんですけども、それでもやっぱ偉いので、それほどまで偉いので一応まあここかな。ただ AAA 厳選がしたくなるんでそれがすっごい難しいんで、その難しさで SS の方にはいかないかなっていう風な感じですかね。一応リザードンになっております。他の子たちも結構そんな感じで、不思議マナのマカロン要因なんですけども、結局やっぱ AA 厳選したくなるし、その難しさ的に SS の下かなっていう風な感じですし、デリバードについても話は近くてマカロン要因で AA 厳選がしたくなるためその難しさで SS の下っていう風な感じですね。ただしこの子は AB も偉いんですよね。なのでまあちょっと並べてるって感じですかね。16ゲージ無進化なんですけども、その厳選そのなんだろうな、唯一性みたいなところを考えるとやっぱり厳選したくなってくる子ではあるかなと。アブソルとかやっぱカメックスいるからいいやってなるじゃないですか。ただ卵欲しいしデリバードって結構雪のよりもやっぱ気になるところなので、やっぱりデリバードは欲しくなってくるので、なので S ランクに置いています。とりあえずやっぱ唯一性が高いっていうような感じですかね。さあ続きましてバンギラスですね。レンコンカレーのための最強の生姜要因ではあるんですけども、やっぱ AAA 厳選の難易度の高さと育成の面の重さを覆すのは難しいですね。量的にはめっちゃ多いんですけども、 S ランクに置かざるを得ないかなと。やっぱ厳選と育成難しいっていうようなところで、ただこれ僕バンギラスで直撮りしてお手スペースしかついてない AAA バンギ使ってるんですけども、マジで強いですよ。食材確率がそもそも高いしお手スペはある程度早いんで、なのでちょっと入れるだけでレンコンカレーの生姜とか全然持ってくるんで、もうめちゃくちゃ強いので、それ強さっていうのは一級品っていうようなところは伝えておきたいって感じですかね。まあちなみにここの食材ポケモンたちの評価は確かにちょっといいキャンプチケット前提っぽく聞こえるかもしれないんですけども、最近ね鍋拡張して作ってる無課金勢の人とかも全然いるみたいで、まあそういうところも含めると今もうガチ課金勢の人とかは全然その最強料理はもう結構当たり前のごとく作れるっていう風な感じになってきてますし、まあ無課金の人とかでもかなり作れる環境になってきてるのかなっていう風なところで、この辺のポケモンの評価は結構高めにつけております。よろしくお願いします。さあ続きましてエンテイです。間違いなくポテンシャルは最強ポケモンで適正フィールドもあるんですけども、厳選が無理ゲーなんでここですね、ライコの1個上って感じで、まあポテンシャルはマジで最強級なんで、ちょっと次のキャラランクの方を楽しみにっていうような感じです。
ですね。はい。で、悩んだとこ、ここですね。ブースターとグレイシア、鍋拡張要因の2匹ですね。ここは、まあ、磁場コイルと比べるとやっぱ進化回数とか劣るんですけども、厳選はしやすいんで、適正フィールドもあるんで、S ランクに置いてるんですけども、やっぱ A か S かは結構悩みましたね。ただね、環境が進んで鍋拡張の有用性って上がってるんですよね。みんなポケモンのレベル昔より上がってるじゃないですか。だから、レベル30の子とかも来るから、食材が余るっていうようなことも増えてきてるんですよね。で、余らないようなキャンチケ使ってる人にしても、だったらその、ね、デデンネとかと組み合わせてみたいな環境にもなってきてはいるので、まあそこまでは本当は考えない方がいいんですけども、とりあえずやっぱ鍋拡張なんだかんだ日曜も使うよねとか、そういうことを考えると S ランクに置いたかなって感じですね。 A プラと言われてもまあ難しいな、まあって言われても悪くないんですけども、木の実 S の子でこの形で枠を1個埋めてガンガントープで稼ぐみたいなと、あのブースターとかねとかあったりするんで、その辺を考えると S ランクに置いてもおかしくないかなって思うので S ランクに置きました。鍋拡張ね、評価ちょっと僕昔よりも上げてます。さあさあ、そしてついに来ました SS ランク、まあ最強級って感じですかね。この条件のもとでトドゼルガからオーダイルまとめちゃうと、もう最強の木の実タイプです。もうあのみんな各フィールド攻略するのに1匹は欲しいかなっていうようなところなので SS ランクに置きました。まあ厳選のしやすさとかエナジーの強さを考えると攻略には必須級ですね。 SS ランクです。マジで強いです。よろしくお願いします。さあ、そしてカイリュウですね。やはり最強ポケモンですね。育成の大変さを含めてもバンギラスの1個上かなというところなので、それを覆す SS ランクというところですね。 AA でも AB でも嬉しいですし、 AB だったらキテルグマの役割も十分に狙えるコーンの量を持ってきてくれるんで、なので文句なしの SS かなと思います。ぜひゲットしてみてください。さあ、そしてカメックスですね。カメックス、まあ最強級食材ポケモンですね。食材量、構成、厳選のしやすさ全てが最高になっております。カレーでもデザートでも食材が生きるんで、まあサラダでもね、あのムラッケチョコミントサラダとか生きてくるんで、どのフィールドでも活躍可能と、しかもその序盤からずっと活躍可能っていうようなところを含めて SS ランクに置きました。よろしくお願いします。さあ、そしてウツボットですね。まあこの子も食材量と構成と厳選のしやすさが最高って感じで、カメックスと似てる感じはあるけども、まあそのカレーでもサラダでも食材が生きるんですよね。なので、まあどのフィールドでも活躍可能っていうようなところでウツボットここの SS ランクに入れております。カメックスとウツボットでいくと、やっぱちょっとカメックスの方が偉いなっていう体感はあるんですけども、唯一性みたいなところも含めると、ただまあ同ランクの中のその差で、なんだろう、許容っていうような感じでここに置きました。よろしくお願いします。そしてキテルグマですね。コーンが終始偉い、厳選も育成もしやすいっていうようなところで SS に置いています。まあね、地味にね、進化に必要なメモ40個で、そこの育成のしやすみたいなところも置いて、まあ S ランクじゃなくて SS かなというところですかね。コーンが本当に偉いっていうようなところですかね。まあ難しいですけど、唯一性考えると海流よりも下がるんじゃない、 SS じゃない S じゃないみたいなところは話としては分かりますね。分かるんですけども、育成しやすいな、海流は育成しにくいんで、そこも含めるとどうしてもキテルグマは強いので SS に置いちゃいました。なので、まあ S プラスぐらいな可能性ありますけど、キテルグマここに置いてるっていうような感じです。よろしくお願いします。さあ、そして続きましてサーナイトですね。やっぱ現環境ではヒーラーは必須級というところで、スキレベ M があったら金種がなくても強いというところで、まあそれもどの子でもそうなんですけども、多分この子は大量乱獲すると思うんで、ラルトスなのでいろんなパターンがあると思うんで、まあまあまああれですね、現環境ヒーラー抜きにくいんで強制的に SS かなというところですね。シンプルに強いです。食材も高温が大食材にあるとめっちゃ偉いですね。リンゴも実はこの子である程度集まったりするっていうようなところも実は偉いところになってくるので、一応 SS ランクのメンツこんな感じになっております。ぜひ参考にしてください。さあ、こっちのランクはね、正直まあ細かい違いとかは、いや俺はキテルグマ S だと思うよとか、そういった細かい違いは全然あるかもしれないんですけども、多分おそらくある程度納得感のあるところには収まってるかなと、そういう範囲には収まってるかなっていうふうに思うランクがこっちだったんですけども、まあ問題はもう一つですね。もう一つのランクの方、説明もしっかりと聞いていってください。大福の超主観バーになります。まずは E ランクですね。ここすいません、一緒です。さっきと一緒です。夢の輝る舞台は強化入ったんですけども、ランク内の誤差で、ね、吸収というふうなところで E ランクにしております。すいませんが、推しの方いたらすいませんけども、一応そんな感じになっているんで、E ランクはこんな感じで飛ばさせてもらいます。で、D ランクの方ですね。まあ、ブラッキー、ヤドラン、ウソッキー、そうなんです。これもね、さっきの表と一緒かなっていうところで、金種を使えばね、活躍可能なんですけども、やっぱり他の子を優先してしまうので、金種ポテンシャルっていうようなところを考えると、他の子を優先になっちゃうので、D ランクに置いています。よろしくお願いします。さあ、そして C ランクですね。これ、今回こっちのランクの方は、適正フィールドの方は全部ある。将来どうせ出るだろうみたいな感じでやってるので、その適正フィールドによる差みたいなのつけてないんですけども、この辺のね、オコリザルからヘルガーまではね、ほとんどエナジー的に近いんですよね。だから、まあ B ランクまでは伸びないかなっていうようなところで、ここに置いているっていう感じですかね。まあ、一個言うと、唯一性の面で個人的にはアーボックは少し上に見てるんですけども、毒の強い子、多分そのうち来るかなっていう風な楽観性みたいなところも含めて、本当はね、現環境なんで含めちゃダメなんですけど、おそらく来るかなみたいな可能性はみんなまたまなしにあるかな
と思うんで、一旦ちょっと C ランクに置きました。ただこの中では全然そのアーボック厳選していくのはありかなって思いますね。やる気者はやや下なんですけども、ランク内誤差で吸収という形にしております。よろしくお願いします。さあ続きましてダグトリオですね。やっぱどうしてもねネギ苦しい、B ランクには入ってこないかな。多分ね、こっちの主観バーってマジでかなり廃課金税的なところの目線から見てるんですよね。なのでネギ僕ようやく最近解放したんですけど、それでもまだネギ料理一回も作ってないっていうような形で、やっぱりちょっと量も少なければ環境的にレシピも厳しいっていうようなところで C ランクに置かざるを得ないかなっていうようなところで強いんですけども、ここですかね。今後の環境変化によっては変わると思います。で続きましてメタモンですね。こちらの表ではね、想定がガチ課金のため16ゲージの重みはかなり減らしてるんですけども、まあ D から C に上がるぐらいですかね。さっきのようと比べて現状やっぱ偉いわけではないんですよ。結局量的にね、その量的にオイルとかネギとかの量的に偉いわけではないっていうようなところですかね。ただし1点だけメリットがあって、第三食材の宿の尻尾っていうようなところはやっぱ可能性がありますね。将来的な可能性があるので、将来にかけて、その辺の将来性にかけての C ランクっていうような感じになっております。さあ続きましてバリアールですね。ちょっとやっぱウツボット強すぎます。よろしくお願いします。この子自体は全然 B のポテンシャルあってもいいと思うんですけど、唯一性的な面がやっぱ考慮したいので C ランクに置きました。そしてガルーラですね。この子もね、まあ似てて他の今の言ったような子たちと16ゲージの重み自体減らしてるんですけども、結局バンギラスとかリザードンが強すぎるし、まあガチ課金税的にはこの子をわざわざ取る必要性は今のところあまりないんですよね。しかもあんまり見かけないんですよ。だから厳選も進まないっていうようなところがありますね。今後餃子ね、生姜ポテトの料理が出たら話は変わってくるかなっていうふうに個人的には思っております。はい、そしてトゲキスですね。金太郎上げてあげれば強いですね。ランダム性がただしね、そのポテンシャルを抑えてしまうんですよね。んだったらちょっと確実じゃないしなって、それで楽しいから使うみたいなの分かるんですけども、そこのポテンシャルを抑えてしまうんですよね。なのでまあ廃課金税的にはどうしても確実性のある子を取ってしまうと、廃課金税であればあるほど安定してエナジーを供給したいなっていうふうに思うと思うんで、なのでまあその確実性を取るっていうような意味ではこの C ランクかなと思います。ポテンシャルはあります。でヘラクロスですね。こっちもちょっとトゲキスと近い話はあって、金太郎を使ってあげれば強いんですけども、やっぱり廃課金税って完全に狙いの料理絞るんですよ。だから食材ゲット S のランダム性ではちょっとまかないきれないかなって、まあ発音率も高いしある程度持ってきてくれるのは想像はつくんですけども、それだったらもうちょっと別の子に金太郎使おうっていう風になるかなっていうようなところなので、まあやっぱ無進化っていう子も考えて C ランクに置いています。まあシャワーズはちょっとそこで分けたっていうような感じですかね。一応そんな感じです。さあそして B ランクですね。やっぱりだいぶ強い。まあ別に C ランクとかもね、金太郎上げれば余裕で活躍できるんで、だいぶやっぱいいゲームだなっていう風に思いますね。で B ランクまず最初イワークですね。エナジーレベル的に C ランクの木の実とかより頭一粒上なんで、適正フィールドがあるっていうのと、まあその無限サブレってことを考えるとここに置かれて妥当かなっていうふうに思ってます。現実問題、ただ進化させた方が強いっていうような問題はあるんで、僕もハガネール持ってるんですけども、正直イワークのまま使ったらトープで入れてたんですけども、それでもハガネールしちゃったみたいなところがあるんで、まあまあその辺の使いにくさも含めて B ランクかなというところです。そしてケッキングですね。まあイメージは食材決定層を高確率で発動してくれる木の実 S 持ちの食材量少なめ食材タイプという感じなんですけども、ちょさっきと言ってることがあってすいませんっていう風な感じなんですけども、ウノハナなんですよね。枠がもう埋まっちゃってるっていうようなところがあって、金種この子に使うんだったらあんまりちょっと難しいし分かんないしなっていうようなところで、かなり個体値次第の相談の話になってくるかなと思うので、金種優先のポテンシャルっていうのを考えて B ランクに置きました。別に弱いわけではないです。そしてチルタリスですね。まあ将来のドラゴンフィールドの準エースっていうような形で、まあここに置いてるっていうような感じなんですけども、海竜の役割があって、海竜がね木のメスとか持ってる子も厳選するみたいなのが結構ガチ課金税の何匹か海竜取ろうみたいな感じの流れになってきてるんで、それを考えると役割壊れちゃうんで B ランクかなと。エナジー的には A ランクに行くポテンシャルはありますね。はい、ドラゴンフィールド楽しみかなっていうような感じの子です。でゴローニャですね。廃課金税であればあるほどね、中盤使ってたんですけども、最近使わなくなったなって声がねよく聞くんですよね。まあ強料理のねポテト量ってやっぱりうつぼっとりいいんですよ。それを考えるとやっぱ本当に難しくて、トープで食材量が多い、鍋拡張したけどもちょっと食材足んねえやって時に使いがちっていうような感じですかね。なので B ランクに置きました。ちょっと料理種類にね振り回されてるかなって感じですね。さあそして次はキュアワーですね。器用貧乏なのが本当にもったいないなっていう風に思ってて、食材入手率とスキル発生率がちょっとやっぱ低いですね。もう少し食材確率とかそのスキル確率が高かったら全然活躍できるかなって思うんですけども、まあとはいつつ地味にねシアンではパーティーに入れてる人も多かったりしてて、まあコーンとか生姜っていう食材構成自体が偉いんで、まあ B ランクではあるんですけども、ちゃんと育ててあげれば推しポケとかだったら全然使えるレベルになってくるんで、近代に使うみたいなのも面白いかもしれませんね。さ
あ、そして次がウィンディとサンダースのお手サポ組ですね。ウィンディとサンダースを、まあ、お手サポで電気フィールドも出るっていうような仮定のもとでいくと、もう並べちゃいました。キンタネさえ使ったけど、ポテンシャル的には全然 S 以上いきますね。キンタネ使ったスキルレベル6の子はめっちゃ強いみたいな話はめっちゃ聞くんで。なので、本当は強いんですけども、ただし現実問題この子たちにキンタネを使うっていうようなところでは、やっぱ、今の場合だと、今の供給量でいくとやっぱないかなって思うので、このキャラランクではこの子たちは B ランクに置いています。さあ、そしてヤドキングリーフィアですね。この子たちね、元気エールですと。元気エール、まあランダムで他のポケモンを回復させるっていうような感じなんですけども、1回がでかいんですよね。1回がでかくて、ちょっとでかすぎる、過剰ヒールすぎるんですよね。だから、キンタネさえ使ったければポテンシャル上がる。特にヤドキングは確率がめちゃくちゃ高いんで、数としてはもうめっちゃ十分。まあ、運さえ良ければ、そのサーナイトの代わりさえ担える可能性もゼロではない。そのスイ君とかのパーティーの場合ね。だから、スイ君を考えると、ヤドキングの方が頭一つ、リーフェルは上とかなんですけども、ただし、やっぱランダム性と、その1回あたりの過剰ヒールがね、もうちょっと鳴らしたかったんですよね。それが、鳴らしたものが元気オールなんですけども、それぐらい慣れててくれるとめっちゃ強かったんですけども、やっぱ扱いが難しいですね。やっぱ金種まで行くのは相当覚悟がいるというところで B ランクに置かせてもらいました。リーフィアもね、ヤドキングと似たようなところになります。さあ、そしてシャワーズですね。ここね、さっきのキャラランクの表ではこの辺の子たちちゃんと説明するって言ったんですけども、シャワーズ、金種使えばもちろんめっちゃ強いですよ。もちろん食材ね、ゲットですだいぶ発動しますし、ただし、食材ゲットそのランダム性に頼るんだったら S ランク以上の食材型を配置するのがガチ課金勢の主観になってくるので、この子に金体で使うんだったら、だったらワンチャンその9個めっちゃいい子がいるから9個に投げるわとか、ピクシーめっちゃいい子がいるからピクシー投げるわみたいな考えすら浮かんじゃうっていうような感じですかね。初期課金勢はね、 EV にね余裕があることが多いんで、進化回数も考えると、まあヘラクレスよりは上に置けるかなっていうふうに思ったんで B ランクに置きましたが、まあ強いんですけども、ここかなというところですかね。別にスイ君も来るんで評価が低いっていうわけではないですね。むしろ昔より上がってんじゃないかなっていう風な感じなんですけども、その辺料理の環境が来てることを考えてもここかなというところになります。さあ、キャラランク動画も佳境になってきましたね。こちらの私主観の方の A ランクになります。ドードリオですね。この子さっきの表でも言ったんですけども、強いんですけども、期待チェック的には。まあ、ヒーラーがいない場合は、まあ、エナジー的に S とか SS の子に匹敵するんですけども、ただね、この子ね、厳選可能場所がね、順番的にちょっとかわいそうで、結局多分この子厳選しようと思ったらラピスになるんですけど、ラピス1個のにはね、シアンでね、大台である程度手に入ってるんですよね。しかも、スイ君考えると大台の方がやっぱ結局需要が高くなってくるんで、そういったかわいそうさみたいなところがあるため A ランクって感じですかね。ポテンシャル的にはもうちょい上いけそうなんですけど、ね、S ランクのところに乗りそうなんですけども、そういった環境のところとかも考える。そんな感じのなんかね、そのガチで、やっててあこうだなっていう風に思うみたいな微妙なね、その感覚みたいなのも入れてこの主観バーっていうのを作ってるんで、なので意外とこっちの方が新しいかもしれないんですけども、一応そんな感じですね。僕の中でドードリオは強いんですけども、ちょっとその周りとの唯一性みたいなところでかわいそうかなというところです。さあ、続きましてウですね。まあ、かなり強いポケモンっていう風な評価は僕はしてますね。ただ金種使うんだったらデデンネみたいな環境があったり、あと、ちょっとこっから贅沢なこと言うんですけども、料理って今各最強がカレーだとレンコンカレー、サラダと若草サラダ、そしてデザートだとフラワーギフトマカロンっていうような感じなんですけども、若草サラダって難易度に対してエナジーがレンコンカレーとマカロンよりも一つ下なんですよね。それを考えると今ガチ勢の人ってマジでエナジー盛りたい時ってサラダは避けるんですよ、フィールドのチケット使って。マジでびっくりするかもしれないですけど、そういったところまでもう来ていた環境って。なので、まあ、それを考えるとやっぱ若草サラダ避けられがちっていうようなところと、シアンなんですけど、この活躍するの。シアンのエナジーラインを考えると、超ハイ課金税的にはエナジーがやっぱこの子をパーティーに入れる際にはちょっと物足りないかなって。まあ、この子をパーティーに入れる時カレー臭だとちょっと入れにくいとか、そんなことも考えるとやっぱり S の一つ下になってくるかなって感じですかね。 S にはやっぱリザードンとか入れてるんですけども、そういったねレンコンカレーとかに携われる子を入れてるっていうようなイメージになってるので、なのでそこよりも一つ下のうここになって、まあ正直個人的にはポテンシャルは S だと思うんですけども、でデンネに金体で使い終わったら別の子にやっぱ使いそうですしね、伝説ポケモンとかそういったことを考えるとやっぱどうしても A ランクになるかなというところです。ただ僕この子本音で言うとポテンシャル的にはマジで S だと思ってて、なんつったってやっぱ料理チャンス S、 まあぶっ壊れすぎる料理チャンス S を持ってて、それなりの回数で発動してくれるんですよね。正直まだ登場して間もなくて、僕自身も厳選予約終わって今育成しているっていうようなところになってくるので、まあもしかしたら今後使ってみて使用感が良ければ次のキャラランクとかで上がってる可能性がある。ちょっとすいません、めっちゃ本音で言うとこの風置きに行きました、ごめんなさい。また使用感とかね配信とかでも伝えていきたいと思います。そして次がカイロスですね。カイロス、まあ、やっぱ A ランクが今回の評価ですかね。瞑想スイートサラダ的には偉いんですけども、このキャラランクって
結局ね、ガチ勢の主観っていう風に考えると、瞑想制サラダ、マジでもう作らないんですよね。エナジーがちょっとやっぱ物足りないんですよ。まあ、なので A ランクになってます。瞑想制サラダ本当に偉いですよ。で、しかもマカロンにも対応できるのは偉いですよ。ただ、AA も進化回数とか厳選難易度的に四季花が結局勝ってしまうなっていうところが本音なので、それを考えるとカイロス A ランクになる。結構むずくて、さっきのキャラランクが、まあ、ある程度全般ということを考えると、そのキャラランクで、と、まあ、こちらガチ勢っぽい、その配下金勢のキャラランクの間では瞑想水サラダって使うんで、そこにはキャラランクちょっとクッて上がる可能性あるんですけども、ちょっとその間のところがちょうど見えなかったっていうような感じですかね。強いってのは分かってるんですけども、一応ここに置いてます。さあ、そしてゲンガーですね。やはり海流の存在が大きいな。昔のキャラランクだったらもっと高めにつけた気もしますけど、キノコ系の料理もね、さっきの瞑水サラダと、まあ瞑水サラダの方がちょっと上かなって思うんですけども、初期配下金勢的にはね、現状エナジーが物足りずに難しいので、ここかなと。 AA も強いんで、強いのは強いし、木の実 S ならゴーストフィールドで純木の実得意として活躍もできるんで強いんですけども、ただ唯一性みたいなところと食材確率の低さみたいなところで A ランクになっているかなっていうふうに思います。そして次はドクロッグですね。やっぱこっちも若草サラダウーの時と同じで、若草サラダ要因として偉いんですけども、サラダは現状カレーとかデザートに比べて物足りないっていうのがマジで僕本音で思っていることなので、将来的に海流がオイル要因として活躍可能であることを考えると、海流ね、 ABC のC ですらこいつに追いつきそうですからね。なのでその辺も考えると A ランクかなというところですね。偉いので捕まえとく分には全然ありかなと思いますね。昔よりは評価は全然上げてます。さあ、続きましてアブソルですね。カカオ要因としてめちゃくちゃ強いですね。ただカカオメックスがいる。カカオメックスの偉さはね、ミルクも拾ってくることなんですよね。だからマカロンのミルクも賄えちゃうってところがね、めっちゃ偉いんで、なのでそれと比べて A ランクかなというところですね。 AB はリンゴも集められるんですけども、現状リンゴのレシピはやっぱハイパーパワーレシピの中にはないんで、そう思うとリンゴもそんなにめっちゃ偉いわけではないので、なのでここに置いてるって感じですかね。むずいっすね、この辺のポケモンは。そして雪の、ここもね、卵要因として偉いんですけども、トマト卵の組み合わせがむずいんで、だったらデリバードですよねってのが結構僕の考えなので、なのでまあ厳選はしやすいし、デリバードがいなければ十分に活躍できるっていうようなところを含めて A に置いてますけども、まあ A かなというところですね。そして次がエルレイドですね。僕個人的にね、ポテンシャルとしてはね、 S 以上だと思ってますよ。この子数値的にはマジで強いですね。ただし現実問題、まあお手サポ自体ランダム性ありますし、やっぱガチでランダム性好まないみたいなところがあって、なので現実問題サーライトの優先とかもあったりするし、あと性別とかもあって、進化条件的にいろいろ難しいんですよね、この子って。だからこの子の育成まで余裕があるプレイヤーがいたらいいんですけども、そういう人ってラピスの枠余ってないんですよ。メガニウム 2,3 体いるとかそんな感じになってるんで余ってないんで、なので A ランクですけど、そういった事情も含めての A ランク。能力的には期待値的にはそうなんですけども、その期待値に対してまあ現状の話とかそういった現実性も含めてやってるのがこのキャラランクの主観バーなので、なので A ランクに置きました。そして続きましてプクリン・ニーフィアですね。ヒーラーなので高い評価になるんですけども、サーナイトの存在がいるためまあ A ランクぐらいに置いたって感じですかね。ちょっとさらっていきます。そしてここはちょっと大事かな。ゴルダックからエフィエナジーチャージ組ですね。エナチャはレベル7まで上げたらね、エナジー的にはね SS ランクの木の実得意をやや超えてくるっていうのぐらいになってきます。ただし他のスキルもレベル7で実装される可能性があるんですよね。そうなると将来的なことを考えるとね、この子たちってまあある意味木の実得意とほぼイコールなんですよ、やることだったら金種使わずにある程度匹敵するぐらい稼げる爆粉とかでよくねっていう風になるので、それを思うとやっぱりこのランクかなっていうのがね、ポテンシャルあるんですけどね。特にまあ、配下金勢のキャラランクなんで、配下金勢って各フィールドで、このエナジーチャージの狙さって全フィールド使いこなんですけど、配下金勢になってくると全フィールド適正ポケモンいるんで、なのでわざわざそれをする必要がないんですよね。それを考えると、木の実得意なような運用になることも考えて枠が足りないんで A ランクかなと思います。ポテンシャル的には高いんですけども、そういった事情も込みで考えているっていうような感じですね。よろしくお願いします。さあ、A ランク終わりまして、S ランクですね。ここからもうマジ強ガチ運用っていうような感じですかね。だから S、上から3番目のランクになってるから、なんか弱いのって思うかもしれないですけど、マジで強いんで、そこは勘違いしないでください。まず、キューコンですけども、まあ、キューコンとピクシーか、キューコンとピクシー、まあ、キンタネさえ使えれば SS ランクになるのにっていう風に、まあ、苦虫を噛みつぶした顔で説明させてもらいます。ただし、まあ、現実問題ね、キンタネやっぱこの子たちに使わないんですよね。使いたいんですけど、めっちゃ使いたいんですけども、だったら、より新ポケモン強いの来るの待とうとかいうので温存するっていうような判断になりそうなんで、苦渋の決断で S ランクですね。もしその辺のキンタネとかも使えたら全然 SS の爆粉とかをキューコン越してくるし、オーダイルを越してくるのがピクシーだと思ってるんで、スキル側はやっぱ強いんですよ、この子たち。なのでそういったところがあるので結構難しいポケモンですけども、まあちょっとしゃあないなっていう風な感じですかね。でジュペッタ、まあさっきの2匹とは違って結構ガン殴り方って感じなんですけど、ゴーストフィールドの活躍のね、まあ、唯一性みたいなところがあるんで S ランクに置いてます。ただ SS の木の実得意の超えればエナジーが少し劣っちゃうんで、なのでこっちに置いてるっていう風な感じになります。もちろん強いです。そしてリザ、バナ、
デリキテルグマ、これ難しい。ちょっとまとめての解説になるんですけども、これ難しくて、まあ、この子たち S ランクになっている理由はもう、レンコンカレー、マカロンっていう風な最強料理の一角を担う子たちなんですね。で、どのフィールドでもその一点突破型っていう意味で入ってくるっていうような感じなんですよね。だから迷った理由としては、迷った理由とか迷った点としては、SS にするかマジで迷いました。まあだって使いますもん。僕もめっちゃ使ってますし、この子たち。絶対にその、てかこの子たち全員持ってるし使ってるんですけども、まあただ上にいる子たちカメックスとウツボットなんですけども、その辺と比べるとやっぱ一点特化すぎるんですよね。カメックスとウツボットの説明で聞いてほしいんですけども、もうちょっと汎用性があるのがもう一個上以上っていうような感じ。 SS とマスはね、汎用性のところでも汎用性もしくは能力のぶっちぎりっていうような感じでもうちょっと上に置いているので、それを考えるとこの子たちはS っていうような感じですかね。 S プラスがあったら S プラスに置きたいなっていうふうに思ってるのがこの子たちです。ただ1点だけ、キテルグマは S かな、難しいんですけども、キテルグマはね、海竜がいるんでね、超ハイ課金ではね使わなくなってきたって人がちらほらいる。僕もその人になんですけども、使わなくなってくる人がいるんで、ちょっとまあ、あのキテルグマはちょっと S かなっていうような感じですかね。とりあえずちょっと悩んだんですけども、食材タイプこんな感じです。さあ、そしてブースターからジバコイル、これ鍋拡張3人衆ですね。トープ以降のマスター20を狙う場合なんですけども、これ出ねえぞ、これ説明書ったんですけども、説明すると正直デデンネを入れた料理環境になってくるんですよ。つまり煉獄コーンキーマカレーと、まあそれにデデンネの大成功を掛け合わせる、もしくはマカロンですね、それにデデンネの大成功を掛け合わせるっていうようなところ、木の実を1から2匹配置して、それでヒーラー入れて、で残りの枠で、まあ、デデンネとあとその食材タイプを回していく。で食材が十分になったら木の実増やすみたいな、その1週間のルーティーンとかでそのずっと同じじゃなくて、こう回していくのが最近のマジでマスター20狙うってなった時の運用かなって思ってるんですけども、それを考えた時にその回している中で、あ、鍋拡張必要だなって聞くんですよ。食材これ過剰に余ったなみたいな、ちょっとバランスミスったなって時に、そんな時にこれ使うんですよね。あのレンコンカレーって結局キャンチケ必要なんですけども、キャンチケ入れてもあの追加食材9個ぐらいしか入れられないんで、でデデンネの確率がめっちゃ上がってる時ってもったいないんで、やっぱ鍋拡張も入れて倍にしたいんですよね。それを含めると鍋拡張の評価ってのはやっぱり調整面っていうようなところとその威力面ってところで上がってるかなっていうふうに思うので、 S ランクに置きました。 A ランクじゃなくて S かなっていうような感じですかね。であと日常運用も含めてね、まあ金太に使う効果も高いんで、そのポテンシャルも含めて S ランクに置いているっていうような感じになります。やっぱ鍋拡張結構大事ですね。さあ、そして SS ランクですと、これあのマスターのランクが上にあるんであれかもしれないけど、 SS の時点でもうめちゃくちゃ強いっていう風に思ってくださいね。別に上から2番目であるんですけども、その2番目ほど弱いと思ってるわけではないです。爆風から鋼るまでの木の実タイプ、爆風、メガニウム、オーダイル、トーゼルガ、ライチュー、鋼る、これまあ将来も見越した上で各フィールドでほぼ必須級で入ってくるって感じですね。 SS ランクです。まあさっき言った通り、木の実エースはやっぱ配置しながらじゃないと、料理だけで別にマスター20いけるわけじゃないんですよ。料理と木の実の相乗効果でいけるっていうような感じになってくるんで、それを考えるとこの子たちが外れることはないんで、SS ランクって感じですかね。ただまあ別に全フィールドで使うわけじゃないっていうようなイメージもあったりします。ただしマスター20を達成する場合は木の実ご利用しだけでは物足りないんで、まあマスターには届かなかったかなっていうような感じですかね。やっぱりデデネとの料理側が大事になってくるんで、マスターにはいかないかなという感じです。もちろん強いんですけどね。まあこの中ではハガネールが頭一つはみ出してる能力を持ってるんで、まあ頭一つ、頭半個分ぐらいマスターにしたかったんですけども、まあ役割としては他と大差ないんで、まあひいきになっちゃう気がするんで、泣く泣く S ランクにしました。一応ちょっとその辺のところも置いておきます、言葉として。そしてカメックスですね。これね、やっぱリザーロンとかバナとかと上に置いたのは、最強の料理のマカロンのみでなくて、絶対眠りかける木の実得意でのご両親戦法も対応可能なんですよね。結局絶対眠りかける木の実得意のそのまああの亀打つに木の実得意とヒーラーみたいな、あのかなりベーシックなやつって結局やるんで、あのいくら勝ち勢でもやるのはやると思うんで、それを考えるとまあまあそこの評価がまだ残ってるって意味で SS ランクかなというところになっています。やっぱりそこね、省きることできませんでした。もちろんね、なんだレンコンカレーとかそんな環境になってきてるんですけども、ハイカキ勢にとってはそれでもやっぱ省きることできなかったな。あと中盤のことも、中盤のこともあんまり考えてないんですけども、結局悪魔オレとか作れんの偉いよねこの子っていうような意見は頭から離れきれなかったので、一応ここの SS に置きました。そしてウツボットですね。ウツボットもカメックスと近いんですけども、まあカメックスよりちょい下がる、まあ、S プラぐらいな可能性はウツボットあるんですけども、最先端はやっぱレンコンマカロン環境なんですけども、絶対に売り場だかれは現役と、その戦法は現役かなと。絶民かける木の実ゴリシ戦法はもちろん強いんで、なのでまあ
高校に置かせてもらいました。だけじゃなくて、この子はやっぱ若草サラダっていう風な、サラダでは最強のやつも作れるんで、それも対応できるっていう意味で SS ランクにしております。さあ、そしてバンギラスですね。食材量がやっぱり半端ないと、ぜひね機体チェックしてほしいんですけども、この子めちゃくちゃすごくて、まあ無補正個体の AAA 僕持ってるんですけども、煉獄魂キーマカレーの生姜を欲しいなと思った時に一瞬入れたらすぐに持ってくる無補正ですよっていう風な感じの実力があるので、まあ600族のパワーってものを感じますね。はい、スキル発生率も高くて、バンゲラスにさえすれば睡眠もほぼ不要という風な形のメリットがあります。で、まあさっき、本当についさっきですね、これを取るちょっと前までパワーのみでマスダに置いてたんですよ僕。ただよくよく考えたら、やっぱり食材構成的に現状 AAA の一本刀、生姜の一本刀で大豆がちょっと苦しいなっていう風なところになるっていうようなところで、まあその場合ね、スポットとか前の週の日曜に一瞬入れて終了という風な使い方になりがちなんで、それはちょっとやっぱマスダとは違うなっていう風に思いまして、やっぱり海流とかは食材構成どれでも偉いし、もうどのフィッチフィールドでも全然常に入ってくるみたいな、そういったパワーが海流は強いので、なのでちょっとバンギラスは煉獄魂キーマカレー生姜もそんなにめっちゃ多いわけじゃないんで、SS かなっていう風に SS に置きました。どちらかというとリザードンとかデリバードとか不思議バナと使い方が近くなってくるんですけども、ただこの子はパワー馬力が規格外なんで1個上のランクに置いてるっていうのはイメージですね。大豆の復権があったら、まあ生姜大豆のレシピとか大豆のめっちゃ強いレシピとかが来たら、正直この子はマスダにある実力はあります。その日を楽しみにしておきましょう。さあ、いよいよ最後になります。まあ栄えあるマスダに輝いた子たちですね。まず最初、海流でございます。これはマジで強い。もう食材量、食材種類、木の芽エナジー、スキル、どれを取っても一級品。これはもう間違いなくマスダですね。最強ポケモンだと思ってます。デレンネかけるレンコンカレー戦法には必須級のためマスダランクにしてます。これはもう、ほんと説明の必要がないというか、このマスダランクの海流についてはもうマジで、もう圧倒的かなっていうふうに思っております。そして伝説ポケモン、エンテイですね。マスダに置きました。これもポテンシャル採用ですね。スキルによる獲得エナジーがもう他の追随を許さないんですよね。許してるって点でいくと、デレンネですね。ここはもうデデンで伝説ポケモンなんで、はい、なのではい、まとめてるんですけども、まあ炎パーティーをしかも組むこと自体は配下禁令的には全然難しくないですね。普通にいろんな人のまあ相談聞いたり、まあ例えばそのいろはさん大先生とかも炎めっちゃ強いっすみたいな話で見せてもらったりするんですけども、炎パーティーを組むことはね全然難しくないんですよ。なのでまあそれを含めると、まあスキルのハイパワーでトープ動物のマスター20全然狙えるかなと思うんで、まあしかもまあスキルで他のポケモンのお手伝い強制的に進められるんで、レンコンデデンで戦法を取りながらパーティー回していくことも全然可能なんですよね。しかも爆風などの食材的に若草サラダよりもそのレンコン狙えたりするんですよ。エンテイってもちろん若草サラダに刺さってるんですけども、レンコンカレーの方が他の炎を考えると狙いやすいんで、それを考えると、まあマスダでいいかなと。週末要因としても活躍可能です。まあポテンシャル金種全部突っ込んだ時の世界を破壊するぐらいの力持ってるんで、SS に置きました。まあそしてライコーですかね。まあスキルによる獲得エナジーが他の追随を許さないって点で一緒なんですけども、まあ雷フィールドも将来出るってことを考えると、まあいいかなって感じなんですけども、ただスキルの発生数ややエンテイル劣るんで、個人的にはエンテイルのやや下かもしれませんね。それでもレンコンカレーで食材一致しているっていうのは点が偉いですし、電気パーティーも配下禁令的には全然組めたりするんで、主役週末要因としての活躍と、あと将来のポテンシャルっていうようなところを考えると、まあ金谷氏も OK なんでマスダランクに置いたっていうような感じになっております。そしてライコーについてはね、まあレンコンカレーの話したんですけども、 AA のライコーで肉結構集めてくれるんですよ。まあもちろんその3食分には足りないんで補足は必要なんですけども、でなおかつ AB のライチュウで、これで生姜も結構集めてくれる。であとデデンネを入れたらライコの、スキルの力が上がるんで、この電気パーティーでレンコンの食材ある程度カバーしながら電気パーティーを組むことができるんですよね。でだから残りの枠で海流とかヒーラーっていうようなところを組み合わせていくと、まあもちろん前の週の日曜日の備蓄とかも含めて煉獄魂キーマカレーっていうようなところが狙えるんで、まあ今のところの一番そのポテンシャルが高いデデンネ×レンコンカレー戦略に木の実タイプも入れてっていうようなところが取れるんで、やっぱそういった形で電気フィールドエナジー稼いでいけるのかなっていう風なところを含めて、まあ、マスダランクに置いたという風なところですね。週末要因としてももちろん伝説なんで活躍可能という風なところになります。まあ僕自身がねめちゃくちゃ強いこの厳選を終えて、まあこれ使って金種使ってめちゃくちゃ強かったレースみたいな経験談まで述べられたら嬉しいなっていう風に思うんですけども、ちょっと厳選の方までうまくいかなかったんで、まあ伝説ポテンシャルというところでマスダに置かせてもらいました。いつか僕もめっちゃ強いの使って運用していきたいと思います。そしてサーナイトですね。これはもうマスダ
座に置かしてほしい。本当に現環境でね、ヒーラー抜くんってかなり難しいんですよね。ヒーラーないとやっぱりなかなか最強のパーティーで組みづらいと思うんで、なのでここに置いていて最強のヒーラーとしてマスターランクになります。厳正のしやすさ、進化回数も本当に偉いです。サナイトさん、いつもありがとうございます。よろしくお願いします。この子ね、まあ、いつも入るんで睡眠 XP とかお手伝いボーナスとかそういった使い方もできるんで、その面も含めてとても偉いです。さあ、そしてついに最後、デデンネですね。はい。ポケスリの環境を変えたポケモンをあげるんだったら、僕は、カイリュウとデデンネの2匹だと、正直本気で思ってますね。だから今回この主観バーっていうような展開の仕方、これ正直デデンネに踊らされたところありますね。デデンネの関係でこうなったみたいなところはありますね。はい。まあ、個人的な話なんですけども、今の環境で本当にマスター20とかを目指そうって思うと、やっぱ、キノミエース1から2体を置きつつ、最強料理かけるデデンネの運用っていうような形になると思ってて、それを始めた瞬間に、まあ、マスターの20にトープのハーも、今までね、マスターの17、18が限界だったんですけど、一気にその壁破ってマスターの20になったんですよ。笛の数マジで変わってないですよ。15笛ぐらいですよ。15笛も吹いてないかもしれない。マジでそれぐらいで変わってないのに、マスターのランクが最後18っていうところから20とかになるっていうのは、やっぱりゲームチェンジャーであったっていうのがデデンネかなと思ってますね。キンタネを使って本当に良かったと思ったランク1位ですね。もう本当にその通りで、なぜかというとカレーが、まあ、普通の州で大体レンコンカレー作って6万ぐらい入るんですけども、6万5万中盤ぐらいなんですけども、まあ、フィールドボーナス最後までいけば、もう、もうちょい6万とか超えるかなって感じなんですけども、それでね、倍になるってことは、この子のスキル発動で、普通に5万とか儲けるんですよね。しかも1日1から2回、本当に大成功、マジでするんで、1回はマジでしてるな、今のところ。それを考えると、1日で10万とかマジでこの子増やしてくれるっていうふうに思うと、日曜日のやつも考えるとね、それを含めると、やっぱゲームチェンジャーだったかなっていうふうに思いますね。本当に、まあ、ただし、廃課金税向けではあります。だって、レンコンカレーなんてキャンチケ使わないと作れないじゃないですか。だからあれなんですけど、だからこのランキングっていうのは主観なんですよね。はい、僕の本当に廃課金税から見たランクなんで、だから皆さん本当に参考にならないかもしれないっていうような感じなんで、なので、まあ、マイナス部分もちろんあるんですよ。無進化、16ゲージ、しかもレンコンカレーとかキャンチケ使わないと作れないとかいう風な感じなんで、そこのマイナス量化があるんですけど、それもマジ入れてないんで、なので、このランキング全体で言えることなんですけども、僕のザレ事だと思ってください。マジで盛大な茶番だと思ってください。全然いいと思います。はい、それではね、はい、長くなりましたけども、すべて解説していきました。まあ、基本的には一つ目のランクの方を参考にしてもらったらいいと思うんですけども、まあ、環境が温まってくると、多分ね、後半のランクの方にみんな近づいてくるかなっていう風に思うので、今からそこの頭を入れておくのは悪くないかなって思ってますね。もちろん、今回最後に補足してもらいますけど、キャラランクなんで、個人の、まあ、心情であるかプレイスタイルであるとか生活の話であるとかがあるんで、もちろんこのランキング絶対なものじゃない。だから大工さん言ってるから絶対だとか、そんな使い方は絶対にしないでください。あくまでね、一つのエンタメとして僕が個人の感想でまとめたこの1年の環境ってこんな感じだよねっていうようなところがこのキャラランクになります。昔は木の実一点突破だと思うんですけども、だんだんそうじゃなくなってきてるかなっていうのが僕のね思ってるところなんで、ポケモンスリープやっぱ本当に奥が深いゲームですね。で、補足すると、まあ C ランクとか、まあ、D とかつけてるかもしれないけども、ちゃんと育てればそこの子も強く使えます。だからめっちゃバランスのいいゲームです。なので全部のポケモンに活躍の機会、もちろん夢のかけらゲットだって、そのアメブーストとか考えると全然使い道あるんで、それを考えると全ポケモンに活躍の機会がある最高のゲームだと思っています。ということで、このキャラランク鵜呑みにしすぎないようによろしくお願いします。では今回かなり突っ込んだんですけども、まあいろいろとね察しながら、高評価とチャンネル登録いただけるのめっちゃ嬉しいんで、よろしくお願いします。マジでポチッと押してもらえるだけで本当に勇気が出るんで、ぜひよろしくお願いします。これからもポケモンスリープ本当に楽しんでいきましょう。おやすみ。今日はご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみなさい。